お疲れちゃんのサラットです。今日ですね、こちらのメガネットスキルデッキやっていきたいと思います。さあ、というわけでですね、まあ、このメガネットスキル今、なんか知らんけど、異常に流行ってますね。そう、中国の、まあ、海外のプロ選手がすごい愛用してるっていうのもあるんですけど、まあ、なんかめちゃくちゃ使われてて、まあ、マサネクがね、結局下放されてから、使用率が本当にね、全然高くなくて、まあ、スケルトンラッシュが強いよねと。で、まあ、あと、墓石、ザッピー、トリトンいればね、基本的に陸系とかも何でも守れるよねっていうので、で、スキルに対してね、アーチャーとか、タッチ戦とか、まあ、対策カードあっても、まあ、ヤナミユキドマとかで、ね、何とかなるよねっていうデッキです。で、まあ、チャンピオンもね、入ってなくて使いやすいとは思うんですけど、まあ、ウルトラの代わりも意外とあって、あ、ウルトラの代わりじゃない、ウルトラ増えるんだけど、ザッピーがエレキのパターンとか、あとね、このスペルもね、ファイボヤとか、ファイブユキのパターンも一応見られますけど、一番使用率高いのはこの方ですね。はい。というわけでやっていきます。サインよろしくお願いします。炭治郎さん。で、本当になんかね、これメガアイドスケラとか、まあ、なんでもこう、なんちゃらプラススケラデッキというか、まあ、スケラデッキ自体、基本的にこう、自分からね、攻めるデッキではないんですよ。本当にね、引きこもりをね、極めてください。マジで、なんだろう、スケラって、まあ、運要素もちょっと高いんですけど、エレキはですね、撃ってしまえば、完封ってぶっちゃけできないんですよ。防衛ポイズン仕様が、本当にこう、なんかユニット出そうが、基本的に完封はできません。まあ、それこそ、攻め雪玉とかあれば、もう、なんとかこう、ダメージを通すことができるっていうのが、まあ、スケラの強いところなんですよ。だから、最終的には絶対的にダメージをちょっと入れれます。はい。なので、じゃあ、序盤は確実に守ってしまえば、最後にじゃあもうスケラ打って勝ってるよねっていう話なんですよ。そう、だから序盤ここね、無理せずに自分から攻めるんじゃなくて、まあ、ずっと防衛ですね。これフリーズとか来ると怖いですけど。もうずっと守って、まあ、守りながら、こう、メガナイトがね、カウンター行くとか、こういうなんか形ができたら、スケラ打ってあげるみたいなので、いいと思いますね。今のは打ってないと、もしかしたらね、陸プラス陸、スケプラスの、まあなんか1コスとか、まあなんかユニット2枚で、近畿度される可能性があるんで、その、メガナイトって、まあめちゃ優秀なんですけど、この、まあ2倍タイム入る前ですね。まあ、メガナイトの、まあ、公園に1枚ぐらいしかユニット作れないんですよ。まあ、今みたいにスケラ打つとか、メガナイトプラスのインドラとかしかできないので、こう、2倍タイムまでは、あんまりメガナイト出したくないですね。メガナイト出してしまうと、もうメガナイト単品でやっぱ行くことが多かったり、メガナイトプラス1枚でしか行けないので、もう近距離されちゃうんですよ。そう。で、まあ、メガナイトプラスディガーデッキでもですし、別にメガナイトプラス何でもホグでも何でもいいんですけど、とりあえずメガナイトデッキって、まあ、近距離されると、こう削りがちょっと少ないデッキが多いので、スペルがない、ファイブとかがない、それこそザップだけとか、ヤナメユキダムとか、ヤナメザップとかが意外といるので、まあ、そういう相手に対してちょっと大変だよねっていうのがあるんで、よいしょ、さあ、これはね、雪玉でリセットかけていきたいですね。で、コウモリもちょっと嫌なので、さあ、ヤナメとかも打ってきます。だから、ファイブとかも欲しいと思う方もいるかもしれないんですけど、別になくてもなんとかなります。さあ、これスケル打っちゃえば良さそうだけど、だから打たなくても良さそうですね。一生ね、墓石、ザッピー、トリトンとかで、もう、イモれますね。そうそう、低め行って、低めで受けるのが大事ですね。低めで受けて、で、あとはね、こう、メガネットで踏んでいくと。低めユニットからの、このね、メガナイト踏みっていうのがね、まあ、メガナイトデッキのね、ぶっ壊れです。はい。まあ、僕、メガネット大好きなんですけど、その、もう、後ろからユニット出して、メガナイト踏むだけで、自然とね、カウンターの形ができるんですよ。これがね、なんだろうな、勝手にカウンターしてくれるっていう、自分からね、攻めの形をわざと考えなくていいっていうのがね、僕はちょっと好きですね。やばい。おー、危ない。ちょっと待って。危ない。焦って。怖い。そう。ちょっといろいろややっこいことになってますけど、まあ、ザッピーのね、防衛力だったり、まあ、メガナイトもね、優秀なんです。さあ、これはもうスケルトンラッシュ打って、あとはヤナミユキダもね、打っとけばなんとかなりそうな気がします。で、ユキも打ってね。マジ、ヤユキってね、ザッピー処理できたっけ？あれ？できたな。ザッピー処理できるし、マジアチャもマザネコも処理できるし、バカ優秀なんですよね、ヤユキっていうスペル。しかも、雪玉の遅延効果もあるので、まあ、スケルトンラッシュとの組み合わせがめっちゃ強いですよねっていう、やつなんですよね。そのそんなわけで、まあ、メガナイトデッキなんですけど、まあ、陸が結構手厚いので、ペックにも全然勝てますし、なんだろうな、結局、このザッピーとかを、間で突破しようとしたら、ファイボであったり、
まあポイズンだったりは使わないといけないんですけど、まあそれを使ったところで結局僕のねこのメガナイトとかあとトリトンとかもいるので突破されないんですよ最終的に。でもうスケルってカウンターみたいな。よいしょ、基本的にもういい暇、ああもうやだやだ、ちょっと待って、それであの話が違う。そこはあの相手も同じです、相手も同じで、ここは男の許容ゲーしてカウンターしたいんですけどできないですね。これ一回待つか、うわジャイスケラやだ、ちょっと待って、あちょっと違う、さあインダラで溶かすか、さっきのジャインダで溶かしたかったですね。さあジャイアチャクイのスケラか、スケラ受けがこのデッキねえかもしれないですね。スケラデッキなんですけどお互い。さあでここあれだな、あの墓石なんですけどスケルトンラッシュに対してこの後ろに出した方がいいですよ。そしたらスケラ受けになるんで墓石が、そうそうそう、普通にこれでスケラ側からしたらやっぱね厄介なんでね。で左2にするとスペル打たれそうだったんで右2にします。スケラ相手ねマジで同サイボス機マジ強いですよ。こうするとね相手もポイズンとかそういうの打たないと突破できなくなるんでね。さあこれトリトンでちょっと早めに引っ張って、おいおい、や強い強い強いボス的なテリルが、でこれもボス的だけでなんとかなるんで、僕ここ、お、なんかすごい、僕は何もしなくていいんですよ。そう、このボス的がね、ボス的がスケル受けてくれるっていう。さあもうカウンターですね、自然とカウンター形になってるんで組みながら前手がね何出すか分かんないけど、ガゴか、ここにガゴねパパパンって出したいと思うんですけど、やらめを構えて構えるだけ打たない、はい。さあいやボス的ね、低めボス的が世界を変えてくれます。でこれもねインド出して速攻とかしながらの、こうやって雪玉あんのか、おいない、さああれあったっけ、あほんまに矢雪だったな、矢雪だったか。さあここがまたねしっかり受けながらいっとけば大丈夫だねっていう、まあ右側はねまあただフルマックスなんで、ぶっちゃけどうでもいいみたいなとこで、まあこれ雪玉ぐらい打っとけばね、タワーおられないから負けたかな、負けねえから。さあ墓石で出迎えてあげましょう。なんかスケギンとかいてもねそう面白そうだなと思うんですけど、まあ枠がねえっすよね。まあでも本当になんかメガネットスケラとかなんだろう、こう、まあ、メガナイトデッキの共通は基本的にこう相手が攻めたらそれをこう守るだけで勝手に簡単になってくれるっていうのがやっぱ強い部分なんで、メガナイトな、僕はマジでこう使うのおすすめというか、まあ僕は大好きなんでね、そう使ってほしいですね。さあ受け、おお焦る、まあ、KK さんですね。はい、でもあの元プロのね KK は文字が小物か、小文字の KK だった気がするな、なんか分かれてんな、なんか。いやーこれ悩むですね。こういうゴーストとかにメガナイトってやっぱ使いたくないっすよね。今メガナイトで受けてペッカで受けられるのとか嫌だったんですけど、いやもう受けてもよかったかな、こんだけ受けるなら。さあというわけでちょっと流れは嫌ですね。これ端前に普通にペッカであったりメガナイトであったりが来そうなんですけど、まあ来たら来たで、なんか墓石とか他のカードも使ってね耐えたいですね。よいしょ、ワンチャンザップもある、やばい痛すぎる、墓石いきましたね。まあこっからねカードサイクル的にも悪くなそうですけど、さあファイボでしたね、ペッカ工場か、ガイーン、あお着いだ。さあこれケツメガでもいい気がしたな、うん、あれあ着いなのか、ペッカ工場のあ着い型ってことか、これもしかしてそういうやつですね。いやー消えてくる、もうこれスケラ打っちゃいたいな。ザッピーまで添えてあげよう、ファイボか、ファイボ打ってほしくないな。これ序盤のねセミ雪玉はちょっと怪しいですよ、あのやばいっすね俺、いや攻めすぎ。まあでも意外と入ってはいる、で工場やっぱ墓石で受けれるのも結構厚めで、やべ、オーブねー、エレキに竹が一瞬行く、いや墓石が強え、でけ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 。さあしかもトリトンもあるんで、まあ流れはこっからですかね。
いやーでケツから何をさっかすげえ悩むんですけど、このゴーストのな受けがな、なんか無理に自分から出したくないっすね。他のユニットてかメガナイとか、アチャクいいよな、処理できるなんかがあるといいんだけど。うわ天才天才マジで天才。そう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 、で後ろからこうユニットですね、ユニット出してこのエレキを踏みたい、メガライン、あのインドラのメタのね。さあそうすると自然な、ね、形のカウンターの形でゴーストがもう無視して、なんならこっち釣られてきた、いやスケルトンがいいよ多いよ、エレキを出したい。でエレキを飛ばすとこのインドラがマジ無双するんで飛ばした方がいいですね。そしたらアスケラも入って、このインドがなんならペッカも溶かしてくれると。オーケー。さあまあインドラのね天敵がこうエレキとか、まあリセット系だったり、まあ、あと小物系なので、まあそこにはしっかりねスペルで対応だったり、突破できねえと思ったらそこで無理して攻めるんじゃなくて、もう一回後ろから墓石ザッピートリトンとかインドラとか出して、で来たところをインドラで踏むを繰り返せばいいと思うんで、無理にこう攻めれねえなと思ったらスケラ打ったとしてもそこでステイするのも大事っすね。だから変に一回で決めきようと思うのが良くないんですよ。そうだからまあほんとにちょっとの攻撃をずっと繰り返しておけばね、なんとかなりますよね。まあ基本的に芋っちとけやいいっす。さあユーノですね、同じようなデッキが多いですけども、さあ陸デッキ、あボス切んのかな、ハイボトンできたら、あー嫌い嫌いですね。8枚マジやちゃー、マジでずるじゃん。さあペッカ工場っぽいけど普通の神器でもあるな。うん、さあ墓石出します。まあ陸のマジでねカタカタなんだよねこれは。であとは一旦分かんなかったらケツからこれ金魚できると思うんだよな、できなかったっけ。オッケー。いや金魚できたのはそこそこに熱い方だと思います。でしっかりまたユニット後ろから出して、まあ低めインドからの、まあ、メガナイトでね、まあなんかエレキとか出てくるかわかんないですけど、そこをね踏めると熱いかなっていう。うん、あんな墓石でも、あーいやここですね、ここしっかりもうね、はいからの踏んで、こうするとカウンターの形がね自然とメガナイトインドになってると思うんですよ。だから後ろユニットからのこのメガナイト大事ですね。まあこれエレキ打ってもいいと思うな、意外とこの受けがね相手、いやこれダメージ痛いんで抑えますね。まあ打つだけある程度ダメージ入ってくれるよねっていう、うん、まあもうちょっと欲しかったな。さあゴースト、まあ許容しながらでいいから受けて、いや、両太はちょっとイカれてんな。まあ、こういう時にね、ヤナオミユキじゃなくて、ファイブユキとかだったらすごいね、よかったんじゃーんってなるんですけど、まあ、それはもうほんと、その時のやつなんでね。うん。よいしょ。お、めっちゃいいザップ来た。めっちゃいいザップ来た。いいんだ、戻ってくる、熱い。さあトリトンで、いやインド残んねえかな。じゃあメガネとメガネとメガネとどこ行ったん、どこ行ったん、引っ張って、いやでもいろいろいい感じ、ペッカが入ってる、いやしかもスケラも入ってる、熱いマジで熱い、本当に頼む本当に頼む。これ暇のゴースト処理の、まあマジアチ処理のこれファイボか、いや頑張れてるよ、いや頑張れてる頑張れてる、これさ、いやーな悩みの低めトリトン、ガチ悩みの低めトリトン、始めマジでちゃいてしてきそうっすけどね。やべ危ない危ない危ない、勇気打っといた方がいいかも、マジ男の教養、男の教養、やばいやばい、マジで危ない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 、本当に危ないって、ちょっと待って笑えんって、やばい、助けてほしい、誰か誰か助けて、俺を助けてくれるやついねえのか。お逆、相手ファイブ、相手ファイブ逆、でかいでかいでかい、マジでかいマジでかいマジでかい、
マジでしかも犬来てねあれでかいでかいでかい来た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 奇跡あーマジでよかった危ない危ないいやうまかったなマジでちゃーマジでちょっとしばかれそうでしたねいやーまあいろいろ救われたわ危ない危ない危ないラッキーラッキーラッキーマジででかいふぅ怖すぎさあなんとか耐えてくよろしくうんまあ引きこもりますでもねちょっと怖くなりましたね今のマジアチャリキまあ陸が多いとはいえやっぱ墓石もね壊れた瞬間のザップだとあれかまあザップに対してファイブを打たれると地味嫌でしたねまあでもそれはそれで別にスケルトンラッシュが刺さりやすいのとまああとはなんだトリトンとかも相手突破できなくなるんでとかできないデッキなんで基本的にうんこっちもね苦しいけどあっちも苦しいよねっていうさこれはスケラ生き毒じゃないか目がないとこボーラーインド咲いてこれやばいかなさてやばいさてやばいことしたいやーまあ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 お互い攻めたって感じですねお互い攻めまあある程度形組んでメインは出さずにとバルーンかそうっすねランバーだったんでバルーンフリーズだと思いますねまあザッピーが生きてくるよねっていうでベビドラだったんでおーそれはまたそれはまた空飛んでますけどもよいしょまあザッピーも生きるしインドラも生きていきそうですねうん、暇ばるんですねこれでまあザッピー使うのもったいないからなさユキぐらいで抑えてあげようぜっていうでザッピーからのまあここで踏んでっていうのが理想だけど踏まなくてもいいなこれどうしようかな踏まなくてもいい気がしたなこれ相手インドラきついんですよゴリゴリきついんですよだからここで攻めちゃいますワンチャン防衛フリーズとかもしていきたいぐらい相手。あ、これ防衛フリーか取れないっすね。うん。あ、おー、ハゲるよ、それ。ハゲた、ハゲた、ハゲた。でかい、でかい、でかい。ハゲハゲのハゲ。よいしょ。あ、待って、俺この位置のザッペ怪しいかも。いや、残る残る。勇気のままある。オッケーオッケー。さあ、勇気も使いながら、ザッピー、ザッピー、起きて。起きろ！いいね。さあ、あとは、謎にキングスケラ。キングね。異常にダメージ入るんだね。まあ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 、あともこれ守ればいい話ですから、僕からしたらぶっちゃけ。で、ユニットこういう時に真ん中から出していくと、真ん中墓石で最終的に釣れるんで、だからお得ですね。まあこれでも絶対そっちに行きそうだったから。さあ、ユキも打ちながら、よいしょ！いや、ザッピープラスのインドラっていうこの組み合わせがいいですね。もしインドラがファイボザッ、あ、じゃあ、ザッピーが、ファイボザップとかでね、突破されることがあったとしても、それはそれでインドラが突破されないんですよ。そう、処理できないんでね、ザップ打たれたらもう残るんで。そう、だからザッピーが突破される場合はインドラが残って、インドラがライトニングとかで突破される場合はザッピーが残るんで、絶対どっちが残るなんていう、このインドラザッピーの組み合わせがね、強いですね。はい、というわけで今日はね、メガナイトスケラやったんですけど、まあメガナイト、本当に使いやすいし、僕めっちゃ好きだし、本当に一生がユニット出して、来たところをメガナイトで踏むだけで、で、カウントでスケラ打てば、まあある程度ダメージ入るし、結構使いやすいデッキだと思うので、皆さんもぜひね、この動きにメガナイトスケラ使ってみてください。よければチャンネル、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。